日生学園元生徒会長に聞いてみましょう。というわけで、毎週日曜日、日生学園元生徒会長のこのペロリン山中に日生学園の内部告発をしてもらって。もう毎回言うのやめてくれ、内部告発。ちょっと鼻水出たほうがいい。汚ねえな。そのマスクの中どうなってんだろう。そのマスクで今から悪口言うわけ。悪口、お前本当にやめて、内部告発とか言うの。あ、違う。いや本当、最近俺の、同級生が見たよっていう、おお、よかったじゃん、連絡がたまに来るようになったの。おお、よかったな。だからあんまりそういう変なこと言うようになったもん。どんなふうに言うの？頭上げたなとか。いやいや、そういう話じゃない。いや、そういう話じゃないわ。あ、そうだ。大変だな、お前。そんなこと言ってんのに、このチャンネルで借金差し押さえられた話とかしてるわけだから。最悪や。ちょっと今日は何でしょう。今日のテーマ、ちょっとリクエストがあったんですよ。リクエスト。コメントでまたね。うん、リクエストで、日生学園に入った時の入試試験の内容とか、うん、まあ、偏差値の話を聞かせてくださいと。うん、偏差値。うん、まあ、なんかリクエストだから、くれれば。うん、こちらから話しますね。よろしければまたリクエストお願いします。まあ、ちょっと記憶曖昧な部分があるかもしれんけど、それはちょっともうご愛嬌ということで。まあ、誰でもなんか高校の入試の時はなかなか覚えてない。まあ入試、まあ、偏差値から先にじゃあ。偏差値は多分本当無限大とか。いや、おお、でも間違ってはない。あ、そうなの。無限大っていうか、中学の時あえて先生とかそこ行ってこなかったね。まあ、偏差値いくらとか。うん、そうそう。っていうのも。日生学園ってほんまもう昔から誰でも入れるから、偏差値いらないのよ。そうなの。だってアルファベットかけなくても多分入れるの。あ、そうなの。うん、お前かけないもん確かにな。いえ、アルファベットくらいはかけるあ、そうなの。だから偏差値じゃないの。ただ後々いろいろ調べたり、なんか偏差値ランキングみたいなのあるやん、なんか学校とかの。それとかやと、まあ30代30代いたらよく見るけどね。まあ、ああいうの本当、まあ、入るための偏差値だったりするやん。なるほど。だから、ある意味、日生学園で誰でも入れるから、そっから偏差値を上げていこう。人間的教育によって、偏差値を上げていこうっていう学校やから。確かに、その、卒業生がいろんなさ、今じゃ教授になった人とか、東大に行った人とかいるっていうのを聞いたら、確かに入った3年間でだいぶ、すごい成長するんだなっていう。ある意味、確かに、世間一般でいう進学校ではなかったかもしれないけど、うん、人が本当勉強するための環境とか、うん、進学校になるための環境は間違いなく日生学園は当時から揃ってた。うん、うん、もう勉強に集中できない。だってもう誘惑もない。他ないからな。もう外も遊ぶとこもないし、そういう携帯とかゲームとかお菓子すら禁止やから、うん、誘惑もないわけよ。確かに。しかも、全寮制だから、やっぱり中学の時、まあ、不登校とかいろいろ何かしらちょっと事情がある人が入って、そこででもやっぱこう新しく日生学園で、なんつうの、教育されて立派に大学行くってなったら、だいぶいい3年間ではあると思うで。本当に大人から見るとな。そうそうそう、きついかもしれないけど。そうそう、本当、まあ、昭和の頃とかはこう大学とか関係なく、とにかく卒業というか、人間教育して卒業っていうのがメインやったけど、うん、俺らの平成の頃はもう進学校っていう風に変わってきたから、うん、平成の日生学園はね。で、だから入試といったら本当中学校の本当 1,2 年レベルでよかった。なんか3年生レベルぐらいの難しいのは出てこなかった。確かに、なんかこのシリーズの一番最初の動画で日生学園元生徒会長に抜き打ちで小学生のテスト出してみたって言った時、お前なんか30問中2問ぐらいしか正解しなかったもん。いや、まあ、あれ難しかったね。でも、一応別に中3って、まあ別に俺も、受験勉強してなかったわけじゃないから、うん、ある程度はまあやってって中で、あ、簡単やなと思ったもん。で、なおかつ他の高校も俺確か受験、あ、でもしたのか、いや、あ、したけど、あれか、筆記あったら日生学園だけやったから、ちょっと比較はちょっとわからないんやけど、うん、過去問とかでもあるから、うん、でも、もう本当 1、2年レベルの中の、特に1、2年の初期の方の問題が多かったかな。だから俺結構簡単で、うん、パパーっていけて、ただ、さっきも言ったように誰でも入れるから、それすらもわからない。あと、なおかつ不登校、中学校1回目行けてないっていう子とかも受験いっぱい来るから、うん、やっぱ解けないのよ、そういう子たち。だから、俺、まあ、ある程度、ああ、いけたなってなった俺が、すごいトップレベルの成績で、合格をしたわけ。
行ってたのが熱水学園入った時にもう先輩たちからすごい天才が来たみたいな。いやいや本当にマジです。それはあくまで本当周りと比較してやから。あれでほんまにハードラーだったの。そんなん言われるからお前に抜き打ちテストやったら本当小3の数学とか算数とか一問も答えらんねえから。いや忘れたんですよ。当時はちょっと覚えてたから。あそう。ただすみません。ただそんなレベルでもトップレベルで入れたんやから。確かに。イコールまあ偏差値っていうのはないようなもんやったね、うん、でなおかつテスト内容もすごい簡単やった。あ、まあ、もちろん小学生がのあれって出わけなかったよ。中1中2ぐらいの基礎の基礎というか、うん、そうそうそう、だから、うん、中学生で勉強ついてこれなくなるぐらいのラインで。そう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 、うん、だから中3で習うような内容は多分一切出てこなかった記憶はある。あれはじゃあ入る時だからものすごい天才が来たって言ってて、実際そこで日生で3年間過ごしてるうちはどうだった？ずっとトップレベルだった？うん、どんどん下がっていった。あ、そう。周りに抜かれてったから。なんかもう勉強はやっぱり好きじゃなかったから、勉強しなかったよね。なんか実際野球もやってたから、あの寮の自習時間とかなんかめっちゃ寝てた。あ、そうな。なんか体力回復のが疲れて、なんか野球、あ、まあまあ、俺小中って野球やってきたけど、俺ずっとクラブチームの野球部野球入ってたから、部活で野球部ってやったことなかったのよ。だから毎日野球ってしたことなくて、なんかいつもクラブチームって土日祝日しか練習ないから、あの毎日野球っていうのがすごい疲れて、なんかそれを押し切ってまで勉強しようって記録にもならなかったの。あ、じゃあやっぱりもう3年経つぐらいだと周りの方がじゃあ頭良くなってた。まあでもそれでもなんていうのかな、上の方やったけど、ね、中の上とか中の上ぐらいやったね。別に勉強してなくはないから。で寮長とかもやってたから、もう無理やり勉強もあったし、寮長特権、寮長生徒会長特権で、あの3年生の頃は一番いいクラス入れてもらってたから、特権でな、実力じゃなくて。そうそうそう。でもあれか、じゃあそのむしろお前追い抜いていったグループの人たちはその日生でじゃあ開花した。いや開花したよ。あの本当に中学校全然行ってないっていう子たちが、うん、もっと国公立の大学、うん、国公立の大学ってやっぱ非常に難しいやんか。まあそうやな、偏差値も高いし高校からでもな、うん、だから、そこに行った人たち、あと普通に大学受かってっていう人たちはすごい多かったね。さっきも言ったようにあと勉強できる環境がすごいあるから、うんうん、え、科目は在校中の科目はどん、あ、試験はどうだったの？普通の5教科と思う。いやでもね、絞ってたと思う、多分英国数、確かそんな感じだったと思う。ちょっと正直ごめん、ちょっと覚えてないけど、なんか在校中の3年間の科目は覚えてる。え、要するに物理とか、要するに別に変わらんやん、ほかの。俺はあの文系やったから、そういう古文とか、そう古文漢文系やったね、やるとしたらね。ちょっともう正直、あとあれか、倫理、倫理やっけ。あ、まあちょっと忘れたわ。科目も覚えてないから。まあ社会系か歴史とか、地理じゃなくて歴史を選んでたけど、 あ、うん、あとそういったものやったかな。まあそれは多分一般の他の高校とは変わらない。もちろんだって進学校を狙ってるんやから。あ、そっか。日生学園自体は多分そういうのは別に変わらなかったかな。なるほど。まあじゃあ偏差値は入る、中学から高校入るとき偏差値はまあ特に、なかったと。そうだね。でまあ、試験内容も、まあ、正直すごい簡単というか、そう、もう手応えもあったしね。全然できたわと思って。で確か面接があった気がするのよ。あ、そうなの。面接どんな感じだったの？いや普通に先生と話すみたいな。その時の先生は怖い？うん、優しい。優しくしてるね、やっぱ日生特有の、その入るまでは優しくね。いやこれでさ、面接、圧迫面接とかしたらさ、本来の先生のやり方じゃない。いやいや、そんな人誰も入らんぞ。なるほどな。で面接はまあ言ってることは、でも面接の内容も普通で、面接、試験は第二高校やったな。あれは中学の時に高校勤務みたいなのあったの？あったよ。あった？2000の、あ、そうか、行ってたか。俺行ったって言ったから。あ、行ってたな。あ、そうだそうだ。行って、めっちゃ優しくしてもらって、ご飯もすごい美味しくて、で量もすごい綺麗やった。あとから在校生の立場になると、もう血へど吐くぐらい綺麗に刺されるんだけど、中学生来ないから、そうそう、ものすごい掃除して、まあ、だって汚いとこもしあったとしたら、もうほんまに怒鳴られたから。うわ、すげえな。
で、お客様なんだな。で、前夜はあの案内する人が全員集められて、お前ら分かってるよな、なんか分かる、無言の圧力的な、優しくしろよみたいな怖えな。そう、あの案内担当者、だから中学生案内する担当者は事前に前夜から決められねえけど、その担当者を全員集められるから、それもじゃあエリートなんだろうな、その中では。あ、でもエリートよね。でエリートやし、だから悪影響がないというか、あの変なイメージがつかないような人たちを集められてね、まあそんな感じか、だからまあ偏差値と試験内容はこんな感じで、そうね、まあ、特別ながらまあ難しかったりとかもなくなかったね、入るのは割と簡単で、今ね本当どうなってるか分からない、多分偏差値絶対上がってるはずやから。なるほど。だって俺らの頃からほんまに勉強に力入れるようになったら、でもまあ学校の方針が変わってなければ誰でも取ってるから、まあ、ね、ある意味偏差値っていう概念はないよね。そっか、誰でも取って中で教育して立派に卒業するっていう、そうそうそう、まあ、というわけで、まあ、リクエストでしたけど、まあ、他にも何かリクエストあればぜひ ね、あの送っていただければと思いますので、また来週日曜日によろしくお願いします。というわけでまた来週日曜お会いしましょう。はい、分かんねえよ。例えば相方が死んだ場合、親に嘘ついてたってバレて、キャバ嬢にマジキモいって言われて、女王様にあの人最近は見つかないって言われてしまいですよ。もう人生の集大成ですよ。俺お前みたいな人生送れないともうハゲてもいいよ。何よ俺、俺だってもうハゲてきてる俺。今度お前が俺どうしても入れたいってとこ全然受けねえじゃねえか。